この動画では神学研究家小林正観さんの言う使命について考察します。使命とは、辞書で使命という言葉を引くと、使者として命ぜられた命令や与えられた任務とあります。命令、任務と聞くと強制的な感じがしますね。では正観さんの使命の定義はと言いますと、自分の命を誰かに使ってもらうことが使命だと言いました。さらに自分を使ってくれる人がいたら、使ってくれてありがとうと感謝をしていきながら、ただ使われていればいいだけのようです。ここまで聞いて、使われる命、人生なんて嫌だなと思うかもしれませんが、続きがあります。人生は苦悩に満ちている。私たちは自分の人生は自分で作るものだと教えられてきました。ですが、自分の人生を自分で作り上げるぞと思った瞬間に、悩み、苦しみ、苦悩が始まります。なぜなら、人生は思い通りにはできないからです。じゃあどうやって生きていくのかと疑問に思うかもしれません。そこで使命の本質に迫りましょう。使命の本質、前述しましたが、正観さんの言う使命とは、自分の命を誰かに使ってもらうことであり、使ってもらうということは人からの頼まれ事をこなしていく生き方です。そして頼まれ事をこなす生き方は、人に喜ばれる存在であるということです。この喜ばれることが人間の生まれてきた目的だと正観さんはおっしゃいました。喜ばれる生き方のメリット、ではこの喜ばれるという生き方にはどんなメリットがあるのか。人間は喜ばれると嬉しいという本能がありますので、人からの頼まれ事をこなすことは自分も嬉しさを感じることができます。さらに、人から喜ばれるように生きている人、喜ばれる存在は神様からの支援を受け取れるので、お金に困らなくなったり、人間関係がスムーズになっていくようです。さらに、頼まれ事だけをこなす生き方というのは、自分で人生を作り上げるようにはしないので、悩み、苦しみもゼロに近づきます。頼まれ事が来ない人の特徴、頼まれ事だけをしていこうと思っても頼まれ事が来ない人の特徴というものがあります。それは、怒っている顔の人、不平不満を言っている人、約束を破る人、頼まれ事を断る人、これらの人には頼まれ事が来ないそうです。その場合は、不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句を言わずに、笑顔でありがとうを言い続ける日々を数ヶ月続けると、頼まれ事がやってくるようになるそうです。最後に、正観さんはこのように生きなさいと言ったわけではありません。ただ自分で人生を作っていく生き方は、前述したように、悩み、苦しみ、苦悩が避けられません。なので、喜ばれる存在になるという楽な生き方を一つの方法として教えていただいたのです。特に人生の後半生では、思いを捨てて頼まれ事だけで生きていくと、とても楽に生きられるようです。今回のお話が参考になりましたら幸いです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。この動画が気に入って、高評価、チャンネル登録してくれたら、嬉しい、楽しい、幸せ、愛してる、大好き、ありがとう、ついてる。